非常に厳しい状況が続いておりますけれども、昨日の水戸戦では3対2で見事に勝利を収めて J2 残留へ諦めない姿勢というものを見せてくれました。そして次の19日のホームゲームは絶対に負けられない試合だと思っております。クラブは選手を力強く後押しするための集客試合として位置づけております。それではここでクラブ創設時から選手として在籍し続けているミスターガターレ朝日大輔選手より皆様へ次の試合にかける思いを伝えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次の札幌戦死ぬ気で勝つつもりで行きますので、これからもよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。